こんにちは、ファブリカです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは初心者さんに向けて刺繍やソーイングのコツをお伝えしています。今回は夏休みにお子様と一緒に作ってほしい刺繍のしおりです。布に刺繍をして中に厚紙を入れてあります。できるだけ家にある材料でできるように考えました。ハサミや針を使うのでお子様の手元に注意を払って作業してください。それでは主な材料です。これはダウンロードした図案です。実際はもうちょっといろんなことが書き込んであります。次に刺繍をする生地、これは無地のシーチングという生地です。あまり厚すぎたり薄すぎたりしない方がいいです。次に刺繍糸、黄色、これは花びらと鉢の一部に使います。茶色、これは花の中心に使います。あと鉢の一部にも使います。でグリーンは茎と葉っぱに使います。水色は鉢の羽に使います。ダウンロード図案に色番が書いてありますが、同じ色じゃなくても手に入る似たような色があれば大丈夫です。次に厚紙です。これは中に入れます。で裏側に貼る生地、これも何でも大丈夫です。私はこのストライプを使います。次に多用途ボンド、ハサミ、刺繍枠があれば刺繍枠、他にも使いますが主な材料はこんな感じです。次に図案写しの説明です。刺繍の図案というのは基本的には1番のようにチャコペーパーやチャコパーといった複写紙を使って写すことがほとんどです。今回はそれがない場合、2番3番のやり方も説明したいと思います。ではまず普通の写し方1番をやっていきます。布を用意して図案を載せます。図案がずれないように待ち針などで固定します。2箇所以上留めると図案がずれません。でこの図案と布の間にこの複写紙を挟んで写します。この剥離紙というのがついているタイプのものは剥がして、このインクがついている面を布側にしておいて、で今回のこの図案はこの赤い点の部分を写してください。赤い点と線ですね。グレーで書いてあるところは写さなくていいです。写すときはトレーサーという今使っているこの色の出ない鉄の鉛筆のようなものを使いますが、これがない場合はボールペンでも大丈夫です。この今やっている点の部分を写すときにボールペンだとあまり力強くやってしまうと布にボールペンのインクがついてしまうので気をつけましょう。心配な場合は上に透明のセロハンなどを乗せてからなぞるといいと思います。直線は定規を使うと綺麗に写せます。これは小さいチャコペーパーを使ってるのでちょっとずらしながらやっていきます。で全部ちゃんと写ってるのを確認したら図案を外します。次に複写紙がない場合の写し方2番です。窓ガラスに図案を貼り付けます。これは晴れた日の方がよく写ります。でここに布も乗せて図案を透かしてみて写していきます。写すものはフリクションペン、アイロンで消えるペンとか、あとチャコペンで大丈夫です。チャコペンは水性のものがいいです。次に3番目の写し方です。これは夜ですね、窓の外が明るくない時に使えたらいいなと思って考えました。これは100均の書類ケース、透明のもの、こういったものがもしあればそれにスマホを最大限に明るくして入れて
で、この上に図案を載せます。で、マスキングテープなどで固定して、図案も固定して、まあ、原理はさっきの窓ガラスと同じですが、まあ、これは部屋が暗ければ暗いほどくっきりと浮き出るので、暗くして水性のチャコペンかフリクションペンでなぞってください。これは私家にちょうどあったケースを使いましたが、透明のものだったら何でも大丈夫です。もしガラスのテーブルなどがあればそれに乗せて下からちょっと明かりを当ててもらって描くというのもできると思います。あと紙を乗せても誤作動しない機種であれば、iPad とかスマホとかの明かりに直接乗せて描いてもいいと思います。それでは刺繍をしていきます。刺繍枠がある方は使いますが、ない方の場合はこの刺繍をしながら糸をあまり引いてしまうと、こういうふうに生地が寄ってしまうので、それを気をつけてください。で、時々こうやって平面に置いて大丈夫かなって確認しながらやってください。できれば枠は使った方が綺麗に刺せます。で、枠の大きさにもよりますが、できるだけ中心に今から刺す部分が来るように置いて、で、今この花を刺すので、布がピンと太鼓のように貼るようにネジをしっかり締めて準備します。この中心、ひまわりの真ん中のところをバスケットステッチで刺します。糸は茶色6本取りです。今回の刺繍は全部6本取りでやります。6本取りっていうのはどういうことかというと、刺繍糸っていうのはこの1本が細い6本の糸でできています。で、これを全部使うときが6本取りで、この中から1本で使えば1本取り、2本使えば2本取りというふうになります。それでは糸を針に通して玉結びをしてスタートします。今回は全部玉結びでやろうと思います。それぞれ詳しいやり方の動画がありますので、必要な方はそちらをご覧ください。それではバスケットステッチを刺します。目印になるように中心に印を入れておきます。これはフリクションペンです。上の中心から針を入れて、真下の中心の点に針を入れます。隣の点から針を出して真上の点に針を入れます。で、また隣の点から針を出して真下の点に針を入れます。で、もう一度隣の点から針を出して真上の点に針を入れます。で、ここまでで1回やめます。で、反対側に移って同じ動作を繰り返します。これで縦線が刺し終わりました。赤いところが3個ずつ点が余っている状態です。3個の点の中心から針を出して縦の糸を1本おきにすくっていきます。こういうふうに針を差し込んで、で、糸を引きます。横から見るとこういう感じです。糸が互い違いに縦糸に対して通っています。で、反対側まで来たら真ん中の点に針を入れます。で、今入れた点の上の点に針を出します。で、やりにくいので枠を反対側にして右から左に進みます。とさっきと逆になるようにします。今度は先にすくって
1個はまたいで、次はすくってっていう風に上の列と互い違いになるようにします。そしたらまた持ち替えて反対側の点に針を入れます。次に出す点はさっき縦糸を出した点と同じ穴を共有します。で、下の段をよく見て互い違いになるように針を進めていきます。これを繰り返していきます。半分終わったのでまた半分をやります。で、刺し終わったら裏側で玉留めをします。玉留めの仕方も別の動画がありますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。はい、この部分ができました。で、今度この点々と外の点々を結んでレゼーデージーステッチを刺していきます。こんな感じのステッチです。1から針を出します。ここはさっきのバスケットステッチを刺した穴と同じ穴です。で、今出した穴1に針を入れます。で、糸を引いてここに輪っかができるのでこの中の2から針を出します。で、糸を引いてこの輪っかになった部分の上を留めるように糸をまたいで針を入れます。これでレゼーデージーステッチが1個できました。で、次もこのバスケットステッチの点から針を出して、で、同じところに入れて、で、外側の点に針を出して輪っかに引っ掛けて輪っかをまたぐように針を入れます。あまり引きすぎるとこのカーブがギュッと閉じてしまうので花びらっぽくするにはあんまり引きすぎないのがポイントです。これをぐるっと一周やっていきます。はい、これで花びら部分ができました。次に緑で茎と葉っぱを刺していきます。バックステッチです。図案の一目先に針を出して一目戻って針を入れます。そこから二目先に針を出して一目戻って針を入れます。ここは先ほど入れた針穴と同じです。これを繰り返していくのがバックステッチです。葉っぱもバックステッチで刺していきます。図案の上をなぞるように刺していきます。次にミツバチを刺します。バックステッチとストレートステッチを使います。周囲は細かめのバックステッチ、茶色で刺します。で、お尻のところの針をストレートステッチで刺します。ストレートステッチは出して入れるだけの
簡単なステッチです。体の中の柄もストレートステッチを入れます。目も同じです。糸を黄色に変えて、これもストレートステッチを刺していきます。で、水色の糸に変えて羽をバックステッチで刺していきます。カーブが細かいもののバックステッチは細かめに刺すといいです。はい、刺繍部分が終わりました。霧吹きでお水をかけて裏返して当て布をしてアイロンをかけます。フリクションペンで描いた方もこの段階でアイロンの熱で色が消えてくれます。あまり力を入れて刺繍を潰しすぎないように気をつけてください。ではしおりにしていきます。この出来上がりの線の大きさに厚紙をカットしていきます。で、ボンドを使うので机が汚れるのが心配な方は紙を引いてください。で、この紙がこれ裏側茶色いんですけど、できれば両面白の方がいいと思います。出来上がりを想定して位置を決めます。このぐらいかなっていう好きな位置にしたら、ひっくり返して鉛筆で印をつけておきます。で、ボンドをいらない余ったこの画用紙を使って伸ばします。で、このさっきつけた印の上に乗せて、で、表から指で空気が入ってるところはこう押し出してなじませます。で、ちょっと接着剤が安定するまで置きます。そしたら、まあ、完全に乾いてはいないですが、だいたいついたら、今度裏側にボンドをまた塗り広げて、ちょっとはみ出すぐらいに塗った方が、後で切った時に周りがほつれてきにくいので、少し広めに接着剤を塗ってください。そしたら裏布を貼り付けます。手でよくなじませて、ボンドが乾かないうちにハサミを入れてしまうとハサミが悪くなっちゃうので、完全に乾くまで約1日置きます。これだいたい次の日のお昼ぐらい、丸1日は経ってないけど、だいたい乾きました。で、この画用紙のギリギリっていうか、もう画用紙のところをですね、画用紙を一緒に切っちゃってもいいぐらいの気持ちで切っていきます。それで、これ切り終わった後は周囲はそんなにほつれてくることはないと思うんですけれども、心配な方はほつれ止めというものを塗ってください。100均でもこういうタイプの小さいのが売っています。今回はさっきのボンドを楊枝につけて薄く塗っていくという方法で、まあ、簡単なほつれ止めの代わりにしたいと思います。塗ったらちょっと余った布などでなじませておきます。まあ、やらなくても大丈夫だと思います。ちょっとほつれてくるのも味わいというか可愛らしい感じもするので、で、乾かすときはこの周りに触れないように、机とか紙がくっついちゃわないように、ちょっとこうやって浮かしておきます。で、乾いたら外して、このしおりにするのに上に穴を開けます。こういう一つ穴開けとか、こういう書類とかを穴開けるやつがある方はそれで開けてください。ない方は
目打ちなどでグッと開けてもいいと思います。結構グッと力入れてやらないと、布はこういうもので切りにくいので思い切ってやってください。でちょっと残っちゃったのはハサミでカットして、でここに紐を通します。この紐は本の中にしおりが入っていっちゃわないようにするものなので、何でもいいですが、できるだけ可愛くしたいので、まあうちにある糸をいろいろ試してみます。まあシンプルに裏がピンクということもあったので、この麻紐みたいなのにしました。はい、出来上がりです。いかがでしたか？身近にある材料でできる刺繍のしおりをご紹介しました。ぜひ作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。